はい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 。梶谷さんと立岡さんが一軍に上がってきたけど、ガチでラストチャンスっぽい感じはしてるし、外野手も結構多いんで、この活躍次第によっては首なのか生き残りなのか結構決まってくるんちゃうかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、梶谷選手と立岡選手はですね、まあ一軍に合流したというところで、まあそれについてお話していきたいなと思ってます。はい、まあその前にですね、僕ね、チャンネル登録者数5万人目指しておりまして、500人違うよ、5万人ね、5万人目指しておりまして、今年中にね、目指しておりまして、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はい、で今日まあ、梶谷選手と立岡選手についてお話ししていこうかなと思うんですが、結構危ないんですよね。はっきり言って。うん。何が危ないかって言って、首っすね。はい。巨人って外野手多いんですね。普通に比べて。普通の他の球団と比べて多いんですね。で、今試合が12人かな。12人いるんですよ。で、結構高齢化とかも、まあしてきてるじゃないですか。っていうところで、まあ間違いなく整理というか、まあ戦力外とか、そういったところも、まあ今後あるんちゃうかなって僕、まあ思ってるんですね。まあ皆さんも思ってるかもしれないけど、まあ僕も思ってるんですね。で、その中で、まあ危ないなって思ってたのが、まあその梶谷選手と、まあ立岡選手も結構危ないなって思ってた。まあ立岡選手は、まあどうかなっていうところありますけど、まあ梶谷選手とかね、マジで危ないなっていうところはあって、で、まあ、このタイミングでね、その二人が、まあ、ちょっと危ないなっていう二人が、まあ、一軍に上がってきたっていうところで、まあ、今冒頭でも言いましたように、まあ、この、まあ、短期間ですよね、短期決戦ですよね、CS、まあ、日本シリーズ、まあ、この短期決戦で、まあ、その二人がどういう活躍をするのか、どういう役割を果たすのかっていうところに関して、この活躍度によってはですね、来季、首の皮一枚繋ぐのか、それともまあ戦力外になってしまうのかっていうところの、まあ瀬戸際にね来てるんちゃうかなっていうふうに思ってます。じゃあちょっと2人の成績であったりとか、まあ他のね外野手のまあこともなんか見ていきたいと思うんですけど、まず梶谷選手ね、まあ今年、開幕戦とんでもないプレーしてくれましたよね。まあファインプレーもそうですし、まあホームランも打ってくれて、まあ阪神3立てした、阪神3立てしてね、今年、シーズン始まっていきましたっていうところありましたけど、まあこれ間違いなく梶谷選手のおかげなんですね、はっきり言ってね。で、今年の梶谷違うな、すごいな、やってくれるなと思ってたんですけど、まあすぐ怪我しちゃって。で、戻ってきたと思ってもすぐ3試合ぐらいかな、2、3試合でまた落ちてみたいなところがあったんですね。で、成績見てっても、まあ、1軍で6試合しか出てないですね。6試合で、まあ、打率1割8分8厘、1ホームラン、2打点、OPS610 ってなってます。まあ、2億円もらってんのよ。うん、確か2億円だと思うよ、年俸ね。2億よ。2億円この成績だときついやん。はっきり言って。うん。まあ、契約とかいろいろあるからあれやけど、まあ、間違いなく、切られる対象ではあるじゃないですか。対象選手ではあるじゃないですか。っていうところで、まあ、きついよねってところ。で、2軍で見てても、まあ、19試合で打率2割6、8厘、0ホームラン、1打点、OPS611 となってます。まあ、主に、代打ですよね。代打の出場ですよね。守備に多分1回もついてないですね。というのも、やっぱり膝ですよね。古傷の膝っていうところが、傷んで、まあ、なかなか守れないっていうところなんですね。で、まあ、梶谷選手、もともと、まあ、怪我多かったですよね。DNA から、多かったですけど、でもやっぱりこう、まあ、厳しいですよね。やっぱりこう、まあ、この今の役割としては、まあ、多分守らないと思うんですよ。2軍で守ってないのに、1軍で守れるかって言ったら守れないじゃないですか。ってなってくると、まあ、代打とか、まあ、そういった形、まあ、だって守備固めも無理でしょ。で、走塁も無理でしょってなってくると、まあ、代打1本になってくると思うんですけど、まあ、そこのね、少ないチャンスではあると思うんですが、この CS、日本シリーズで、その代打というところで、まあ、どういう活躍をしていくかってところですよね。
でそこで、ま、全然ダメなんだったら多分おそらくクビというか戦力外になるだろうしっていうところ、まあ本人もね覚悟持ってというか、まあ分かった上でねやってると思うんですけど、まあそこはね今後ねしっかり見守っていきたいというか、どういう結果を出していくのかっていうところは見ていきたいと思ってます。で梶谷選手も結構対左というか左ピッチャーに対しても結構強かったりするんで、そういったところは非常に面白い選手とか、まあ代打にいて相手からしたら怖い存在なんじゃないかなって僕思うんですね。はい、で次立岡さんですけど、まあ、立岡さん今年ね育成から試合がなかって初めめちゃくちゃ良かったじゃないですか。めちゃくちゃ打ってたじゃないですか。死ぬほど打ってたじゃないですかっていうところあったんだけど、そこから落ちてって、でまあ2軍で、調整というかね2軍に行ってしまったっていうところありましたよね。で、まあ、1軍で今年48試合で打率2割1分4厘、0ホームラン8打点 OPS520 ってなってます。まあまあ打の選手というか、まあ梶谷選手のようにもう打しかできないみたいな、打つことしかできないっていう選手ではないんで、まあそこは、まあ立岡さんの価値ではあるんですが、まあちょっとね、最終フィニッシュとしてはまあちょっと低かったなっていうところありますよね。ただ2軍でですね56試合で2割9分1厘、1ホームラン11打点 OPS725 っていうところで2軍ではね結構好調をキープできてるっていうところあるんで、それはねすごく評価できるんちゃうかなと思います。でこのタイミングに上がってくるってことは、まあ立岡さんに関しては、まあ、ダーもあるかもしれないけど、まあ、スタメンで出るってことは、まあ、よっぽどのことがない限りないんちゃうかなって思います。うん。で、まあ、そうですね、オコエ選手であったりとか、丸選手、浅野選手なんかが、まあ、両翼を務める形になっていくのかなって、今現状では思いますし、まあ、僕、この間の動画で言いましたけども、まあ、モンテスがね、状態上がってくれれば、またね、違った布陣もあると思うんですけど、まあ、今現状立岡さんの、ねまあ、状態とか他のポジションの状態とか見ていると、まあ、スタメンはないかなって、うん、おそらくスタメンはないかなっていう感じで、まあ、立岡さんはまあサブ要員というかね、まあ、代打からもまあいけるし、まあ、あの守備固めもいけるし、まあ、足からもねダイソーでもいけるしっていうところで、まあ、そういうオールラウンドというか何でも使えるっていうところが立岡さんの価値という選手としての価値かなというふうに思うので、そういったところは非常にね、汎用性が高いというかね、非常に起用法が多岐にわたるっていうところはあるんじゃないかなって僕思います。で先ほど冒頭で、まあ、外野手少ないって言ったじゃないですか。で、12人いるんですけど、で、なんでこれね、立岡さんと梶谷選手が今上がってきたのっていうことなんですけど、結構怪我人出てるんですよ、今。めっちゃ怪我人出てて、まあ、ヘルナンデスは骨折してるじゃないですか。で、萩尾選手もデッドボール当たって骨折してるんですよ。で、重信さんも今、筋損傷してるんですよ、足ね。で、若林選手も、なんていうの、気泡この胸のところ肺かなんかにこう穴開いてるんですよ。だから4人毛が抜けてるんですねっていうところで見ていくと、まあ今1軍のとかは浅野選手とかオコエ選手まあとかその長野さんとかね、その丸さんとかそのあたりじゃないですか。で佐々木選手もいんのかな今ね。で2軍にいんのが梶谷選手、立岡選手、岡田選手、この3人だけなんですね。でこんだけ怪我してたら誰かあげなあかんなって、なるじゃないですかってなってくると、まあ、ベテランの、まあ、梶谷立岡、まあ、去就もちょっと怪しいし、短期決戦でベテランの経験もそうだしっていうところも必要というところで、まあ、多分2人上がったと思うんですね。で、まあ、逆に言うとこの今2軍にいた梶谷立岡岡田の中で梶谷立岡は上がってるのに岡田はなんで上がってこへんねんって話なんですけど、岡田選手の成績を見たんですよ僕2軍でのな。あんまやっぱ良くないですね。だから多分ここで本来、まあ、岡田選手が上がってくるべきというか上がってこないといけないと思うんですよ。だって3人中2人上がっててその1人だけ上がってないっていう選手に岡田選手、若手の大卒3年目の岡田選手が入ってるわけですから、それはダメじゃないですか。ダメというかまあきついじゃないですかそれね。うんっていうところで、まあ、岡田選手も悔しさは感じてると思うし、逆にまあまあその上がってきた二人ですよね。二人はもう本当に最終試験というか、もうここでほんま結果出せんかったらクビになるだろうなっていう風なね、ところは覚悟してやってるだろうしっていうところで、まあ非常にまあこの時期ならではのなんかそのピリピリした感じというか、まあうん、クビになるかならないかみたいなね、瀬戸際のね、こともありますし、まあ、逆に岡田選手からしたら、まあ、すごく悔しさあるだろうなって。うん。だから今回、今シーズン、まあ、僕ね、すごく岡田選手に期待してるんですよ。まあ、大砲というか、ポテンシャルが高いんで、化けたらね、一気にこう、本当にスターへのね、道に駆け上がっていくような、ポテンシャルも僕あると思ってるんですけど、そこで、なかなかそれをうまく出せないというか、出し切れてないっていうところね、ありますし、それ以降、それ
よりですね、若手の浅野選手とか、そのあたりがね、ポン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 こう、成績をバーって出してきてる感じがあるので、そういったところですごく、まあ今、焦りとか、悔しさを感じるんじゃないかなというふうに思いますけども、もしかしたら岡田選手もね、育成に落ちたりとか、まあ戦力外はちょっとないかもしれない。まあ、それちょっとわからないですけど、どうなるかわからないですけど、でもそういった形も、絶対ないですよっていうふうにはね、言い切れないので、まあそこはね、どうなっていくかわからないですけど、まあその12人いるんで外野手がね、いずれにしても誰かがね、首を切られるだろうなとは思ってたんで、そこの、まあ、梶谷選手、まあ、立岡選手っていうところは、まあ、結構最終審査というかね、結構厳しいところでの、ところ、もう最終試験みたいなところあるんでね、これ、CS とか日本シリーズですけど、まあ、彼らにとってもそういう、意味合いも強いかなと思うので、そこはね、今後ね、しっかり見守っていきたいと思うし、まあ、そのね、まあ、癖毛がになるのか、ならないのかっていうところも含めて、まあ、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルでは、それを追っていこうというふうに思ってますんで、これからもよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わっておこうと思うんですけど、まあ、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ポチッと お願いします。高評価もポチッ。なんか通知のボタンってあるみたいなんで、それも通知もやっていただけると非常に嬉しく思います。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。